大阪府立野崎高等学校は、大阪府大東市にある公立の高等学校。高校生急増期の昭和後期1976年に、誘致運動を受け、府立100番目に新設された。2021年度の入学者選抜で3年連続の定員割れとなり、他の10校とともに、東廃校の再編整備の検討対象となった。 1971年誕生の黒田革新不正が高校入試で15の春は泣かせない政策として大幅に新設した不立高校の一つ。1973年度だけで開校13校が計画され、各自治体が地元誘致運動を進める中、地域での高校増設要求に対応して、不立100番目として1976年に開校した。 大阪産業大学の北隣に位置している。教育課程は全日制課程で普通科。1992年度より構成を導入した。一部の教科で複数教員によるチームティーチングを導入している。制服は2013年度リニューアルされた。ラグビーやバドミントン、サッカー、美術、フォークソング、演劇など一般的なクラブ活動のほか、 特徴的な部活として、地元大東市北上地域の太鼓文化を通じ、童話問題を考える解放権や、地元大東森づくりクラブと一緒に竹林保全など野外活動を行う里山ボランティアクラブがある。校舎は半世紀以上前の開校時のままで、旧耐震基準の既存不適格で、震度6強の揺れで倒壊の恐れがある。 このため2008年から回収を行った。ありがとうございます。